腰が痛くてすいません。おはようございます、ウィケンです。視聴者の皆様ね、いろんなアドバイスとか心配の言葉を本当ありがとうございます。なんとかね、地味に片付けをしております。ほとんど昨日でね終わったんで、今日ちょっとこの辺ね、扇風機をね、湿気が飛ばないようなところにね、今ね向けて、湿気を昨日からずっと一昨日か回し続けてる最中って感じですね。とにかく乾燥第一で、これで電気屋さん来てもらったんですよ。電気屋さんじゃねえ、ガス屋さん電話したんですよ。ガスが使えないと本当に不便なのでね。でまあ見てもらったら、表に給油器みたいなのがあって、それがコンセントでブスって刺さってるんですけど、あ、視聴者の方もそれを教えてくれた方がいてね、そうやって試してくださいっつって、 ありがとうございます。これでまあいろいろ見てくれたら、でやっぱ今ちょっと外からこう中でつなげたんですよ、電気を。そしたらついたんで、でまあ原因が何かっていうと、そのコンセントが外側のコンセントに壁のね刺さってるんですけど、配電盤で3つ使えないとこがあるっつったじゃないですか。そのうちの1つがね、東側のコンセント、だもんで冷蔵庫も今使えないんだけど、こっち側の壁のコンセントのヒューズなんですよ。でどうもそこと連動してるらしいっていう話でね、ガス屋さんの話だと。なのでちゃんとした電源が通ってれば問題なく使えるようになりますよっつって、まあ今でもね外から電気こうね引き込んでつなげると使えるんで、まあ、今日はちょっと今日っていうか当分それでねやろうと思います。まあ、なのでやっぱ電気屋さんに来てもらって直してもらわないとどうしようもないですよね。ただやっぱね、まあ、昨日も言ったんですけどね、もう貧乏なんでさ、なかなかね、まあまあお金かかるんですよね。こんなもんでちょっとね躊躇してるんだ。ほいで、まあ、昨日ちょっとね、ポストの中久しぶりに見たら、まあ通知みたいなのが入ってて、なんだこれって開けたら、車の税金払えなくて、まだ払ってないんですよ、ジョコンダさんの分。で K とアストロちゃんは払ってあったんだけど、まあ、ジョコンダさんの税金高いもんね、ちょっと払えないでいたんですよ。そしたら通知が来てて、口座の中のお金を差し押さえましたと。はい、それでも足りないから残り3万円ぐらい振り込み通知は入ってるんだけどそれは早急に振り込んでくれっていうのが来てて、口座の中にまあビビたるもんだけど、まあ、要するに生活費ですよね、入れといたんですよ。まあ、そこから薄く使ってるんですけど、その残りの分をね全額差し押さえられましたね。こんな時にしなくてもいいじゃんね、こんな時にさ。まあでもしょうがないのでね、仕事再開したらお金が入ってきたらこっちもね支払いとかできるかななんて思ってたんだけど、参りましたよ、参りました。容赦ないね、容赦ない。電話してすいません、こういう事情だから一回返してくださいって言っても返してくれないですね、そういうの。まあしょうがないからさ、もうどうしようもない、開き直るしかないよ。まあちょっとまだね病院の保険代も入ってきてないんでね、それを多少当てにするしかないですね、ちょっと残るんでね。そんな感じで、まあ今日はちょっとねこっちの方片付けます。ほんと笑っちゃう。あと関係ない話だけど、ダッシュレーサーさん、出張でミャンマーに行ってるみたいで、ミャンマーから見ていますって書いてあったけど、出張でミャンマーってすごくない？エリートさんなの、ひょっとしたら。すごいな。何気に僕の視聴者さんで、まあ、結構遊びに来てくれた方でいろいろ話すると、結構すごい人っていますよね。びっくりしちゃう。時でもそういう人でも YouTube 見るんだって思っちゃうもんね。まあこんな感じでね、書き込みいつもありがとうございます。じゃあ片付けに行こう。気が重いな本当に。もうはい、この辺ですね。一応ね
エンジンは無事だったんですよ、新しく組んだエンジンで、今組んでるエンジンも一応無事。ただ下に置いといたね、この前も説明したけど、パーツに水、ここ見て、これ水張ってるでしょう。だから水位はこれより全然上だったって、ここなんだよな、あとついてるもん、向こうも。まあちょっとこの、でこれもね、あ、水浸しになってるんだけどさ、新品のオイルパンク。ちょっとこの辺やってみます。中の中は無事でいてくれると思う。違う、オイルパンじゃねえ、これデスビだ。オイルパンはどこ行った、デスビだった。これダメか、新品のデスビでしたね。いや、こっちの中までは入ってないか、入ってるか、ビタビタだな、これは。はい、水浸しです。水没してます。乾かしたら使えねえかな。一応今ちょっと取れるだけ水分を取ってちょっと乾かしてみようか。さすがに水没しちゃうとダメだろうな、わかんないよね、水没して乾かしたデスビを使ったことねえしな。一応ちょっとね、あのジョゴンダさんの予備パーツっていうか、新しいエンジンのためにね、買っといたんですよね。それ大ショック。まあちょっと片付けよう。もう嫌になっちゃうやん。はい、とりあえず水分は今拭き取るというか、吸い取るというか、そして水没してたパーツ類がこれですね。で、捨てちゃう予定のあの汚いオイルまみれのやつは別にどうでもいいんで、あそこに置きっぱなしにしてやる、捨てるだけ。これとかね、もうこれももういらないんで、ダメなんで。これせっかく磨いたのにな、サビコすごい。よかった、宙に浮いてて。もうこれもいらないんだけどな。ちょっとね、こっちをもうちょっとやろう。ちょっと一応水洗いするかね、表持ってって。はい、それでは水洗いが済んだので一個ずつ拭いていきます。一応ね、お掃除しました。向こうのエンジンで使うパーツ、向こうは使わない、リフターはね、交換しちゃえば、交換するつもりだったので OK。 ピストンにね、ちょっとうっすらサビが出ちゃったんでね、よいしょ、ちょっと待ってね、落とせるだけ落としたけど、まあ組む時にはまたね、あの
お掃除してからね組むんでね、とりあえず今はサビ、うん、サビが出ないようにもううっすら出ちゃってるとこもいっぱい出てきたんで、なるべく落としてちょっとオイリーにしときました、すべてのパーツを。よし、こんな感じだな。そんな感じで今日もお片付けまあでもね、片付いていいかなまだほら段ボールの下とかこう湿ってるでしょ。こっちはもう捨てるものは全部捨てちゃうけど、 あれもいらねえ。こっちはね一晩中やってたんで、もうねある程度乾いて、あとあっちね溶接のやつ、溶接の方はもうちょっともう一日ぐらいちょっと置いといてみたいんですよ、あの辺。今日はね最後にこっちへ今度扇風機を向けてこっちの湿気を飛ばしたいと思います。いやちょうどいいよね、ちょうどいいリハビリ作業でさくそー大打撃だな